夢ラジオ第1223回、今日は平成30年4月22日日曜日です。時刻は午後8時半横浜港北日曜日の夜です。夜の街は静かですね。明かりがキラキラしていますよ。あと今西の空、高いところに半月ありますね。半月だから光強くないけれど、窓からその月の光が差し込んできます。これから夜更けるに従ってこの半月が西の方へと移っていき、もっと光の量は増えるでしょうね。今宵は楽しみなお月様。1223回目の夢ラジオ、今回は北朝鮮への帰国事業取り上げます。北朝鮮への帰国事業、もう全然忘れられた話ですけど、忘れちゃいけない話ですね。取り上げます。北朝鮮帰国事業、北朝鮮への、まあ一言で言えば、日本から北朝鮮に朝鮮人が帰国したっていう、そういうお話なんです。1959年から1984年まで、大体25年間ですか、北朝鮮へと日本にいる在日朝鮮人が帰国した。ただしね、その在日朝鮮人と結婚している日本人妻というのもいて、夫が一人でね帰るわけにいきませんから、そしてその日本人妻も一緒に北朝鮮に行ったんですけど、その後帰ってこれなかった、日本人妻問題というのが発生しました。1910年の日韓併合、日本史の愚かな出来事ですよ。1910年の日韓併合、朝鮮半島と一緒になんかならねばよかった。で、これによってその日本と朝鮮半島が一緒だということになり、朝鮮から朝鮮では食っていけませんから、日本へと、まあ、大志抱いて、あれ夢抱いて渡ってくるもの多かった、数十万数百万。しかもこの日本国内に入ってきた朝鮮人がですね、もうむちゃくちゃしたんですよ。戦前戦中、さまざまな大逆事件を起こしたの朝鮮人多かったですね。あと大逆事件でないとしても、爆弾テロみたいな、例えば上海で、あれも朝鮮人だったでしょ。ろくなことしなかったんですよ、朝鮮人は。そして関東大震災ですよね。関東大震災でなぜかその朝鮮人が虐殺されたという、朝鮮人がなぜか被害者になってますが、実は関東大震災でもう真っ先に不貞を働いたのは、真っ先にむちゃくちゃし始めたのは横浜あるいは東京の朝鮮人でした。日頃差別もされてると、ろくなこともできないとね、おっしゃと、地震起きてむちゃくちゃなってる、ここで日頃のね、鬱憤を晴らそうっていうのかな、日頃の不満をここで爆発させよう。だから関東大震災の時、横浜でも東京でもむちゃくちゃをして、朝鮮人が、そしてそれに対して日本人の側が自警団を作った、これが順序です。
当時の日本の新聞見れば分かりますよ。別に当時の日本の新聞立って日本人の側に立って朝鮮人の実像を歪めるという、そういうことはさすがにやってませんから。特に地震の時ですから、それなりに真実は伝えている。その時に地震が起きた直後、その朝鮮人がむちゃくちゃやり始めたというその記事がもう至る所に出てくるわけですね、当時の。でそれに対して日本人が自警団を作って、そしてその自警団作った後、例えばまあ罪もない朝鮮人をね殺害したということはあったかもしれませんが、もともとは朝鮮人が悪いことし始めた関東大震災の時、これはしっかり心に留めておくべきです。ただしですね、戦前戦中の朝鮮人についてなんか悪いことばっかり言いましたが、やっぱ一言付け加えておかねばならないのは、大東亜戦争を共に戦ってくれたのも朝鮮人なんですよ、やっぱり。で朝鮮人の特攻隊パイロットも何名かいたんですよ。つまり日本という国のために散ってくれた朝鮮人青年、あるいはまあパイロットは分かりやすい話ですけど、朝鮮半島からも日本と一緒だという建前のもとに徴兵が行われ、各家庭に一人ぐらいは青年が徴兵されましたから、一緒に戦ってくれたんですよ。朝鮮人の大東亜戦争における被害者も多かった。だがまあその戦争において協力してくれたという点をのけた場合、つまり庶民の日常生活という点で見た場合、日本国内地の状況だけ見れば、朝鮮人はできたらもう隣に来てほしくない、まあ、できたら出てってほしい、そういう存在で、実際戦後日本が負けましたから、朝鮮人の方でもこの国ダメだってことで自発的に朝鮮半島に帰ったし、日本国政府としても帰国を奨励したんですね。占領期において日本国内に朝鮮人というマイノリティが存在するのは良くない。吉田内閣、白洲次郎が率先してこの帰国を誘導しました。それでも日本に残った人は、私は残りますと言って残った人なんですよ。で決して戦前戦中においても強制連行して朝鮮半島から連れてきたわけではなかったし、戦後も日本に留めておいたわけでもない。帰るつもりがあるんなら船までは用意しますという、貧しい戦後の日本でも船までは用意します。それでも残ったんですよ、在日朝鮮人の方々はね。けれどまあその在日朝鮮人の戦後における慣れの果てが、私たちが今見る駅前のパチンコ店じゃないですか。やっぱり日本社会において朝鮮人はろくなことはしていない、戦前戦中そして戦後もね。ですからやっぱ心のどっかでは日本人のコンセンサスとして朝鮮人は帰ってほしかったんですよ。今はもうほとんど聞かれませんが、そうですね、1970年代80年代においては日本の都市のある場所が朝鮮部落、もう今この言葉が死語になっちゃったけど、朝鮮部落っていうのがね、日本の都市のどこかにはあって、ちょうど部落と一緒ですよ。そこ行けば途端に家の様子が変わり、街並みが変わり、ものすごく貧しくなるっていう、そういう朝鮮部落があったはず。年配の方なら記憶してる方もいらっしゃるかもしれません。ああ朝鮮部落があったなみたいな。今は全くそういうものがなくなりました。ちょうど部落ですね、
差別されてる部落、あのエタとか避妊とかの、あの部落っていうのは今ではもうほとんど見分けがつかなくなったのと同じように、朝鮮部落ももう今では存在していませんが、70年代80年代まではあった。そしてね、北朝鮮という国が、そうですね、80年代の初頭までは素晴らしい国だと思われていたんですよ、日本でも。それはあの北朝鮮が社会主義だから、日本共産党や日本社会党が推しただけでなく、保守と言われるあの産経新聞とか読売新聞までも北朝鮮って素晴らしい国だっていうのをね、ずっと80年代初頭までは言ってたんですよ。だから韓国よりも北朝鮮が進んでいる。千里馬運動、チョンリマって言いますね、チョンリマ運動、千里馬運動、つまり千里を、一日に千里を走る馬に例えて北朝鮮の躍進、これがあの大真面目に日本で宣伝され、まあ、朝鮮総連が中心でしたが、その朝鮮総連だけでなく日本共産党や日本社会党もこのチョンリマ運動というのを大々的に宣伝し、北朝鮮が素晴らしい国なんだと。そして北を指す針とかね、おかしな本が次々に出て、あの北朝鮮ってすごいと、左翼の知識人ですよ。でその北朝鮮に帰ろう、在日が、在日朝鮮人が、そういう運動が起きたのが今回お話しする北朝鮮への帰国事業なんですよ。新潟からです。新潟から北朝鮮に向けて船が出る。ただしですね、あの以前にもお話したチェジュ島ヨンサン運動、ヨンサンサゴンですか、最終島ヨンサン事件等ですね、戦後日本に残った在日朝鮮人の多くは南出身のものだったんですよ。その南出身のものが北朝鮮に向かって帰国するというのもよく考えれば変な話なんですけど、まああのキム・イルソン主席に会いたいと、朝鮮人はなぜかこういう時お父様という言い方をするんですね、アボニムっていう。だからそのお父様に早く会いたいっていう、なんかもう今考えればもうゾーみたいな。あ、だからね、あの統一教会ってあるでしょ、統一教会の文鮮明って人がやってた、あの統一教会の書籍がまあ本屋にあるじゃないですか。でパラパラッとめくってもね、お父様とかで出てくるんですよ、アボニムっていうね。あのやっぱりゾーッとしますよね、ああいうの見ると。朝鮮人はあのお父様とかって言うんですね、そのお父様に早く会いたいと。ですから在日朝鮮人、南出身であってもその北への帰国を希望する人が多く、そしてさっきから言ってるように日本人あるいは日本政府のコンセンサスとして、あの在日はいてほしくないっていうのがありましたから、おっしゃと、じゃあどんどん帰国してもらおうと。ただしその朝鮮人の中には日本人を妻に迎えている者もいて、そして夫だけ帰るわけにいかず、子供もいれば家族単位で、しかもね、朝鮮総連はこの帰国事業の時、3年経ったらまた里帰りもできるみたいなこと言ってたんですよ。だからじゃあそれなら北朝鮮も一丁行ってみようという、この日本人妻が北朝鮮に一旦入ったら閉じ込められてもう帰ってこれなかった、しかも日本とは全く違う貧しい状況に直面して、けれども何にもできなかった、もう秘密のルートを通じてなんとか日本人の親戚に、例えばテープですね、録音したテープに助けてちょうだいみたいな感じであの録音し、それが関根山でした。手紙なんか書いても北朝鮮から日本への封書なんか読まれるに決まってますよ、そんなの。
9万4000人ぐらいの人が在日が帰りました。だからこの帰国事業によって在日が減ったのは間違いありません。9万4千人ぐらいの在日が減った、それにくっついて6千人ぐらい の日本人妻が行った、合わせて10万人ですか。だから北朝鮮に消えていったんですよ、この人たちは。もう消息不明、帰っては来れない、閉じ込められちゃった。しかもね、北朝鮮の今の社会、ちょっとでも知ってればわかると思いますが、日本に関係した人は最下層に置かれますよ。日本に関係した人は今北朝鮮の成分っていうんですけどね、その成分において最下層に置かれます。だからもう不幸だったでしょう、帰国者たちは。その在日朝鮮人の方々が北朝鮮に帰ったっていうのは彼らの判断で、まあ祖国っちゃ祖国ですから、それはともかく日本人妻は哀れですね。煽った朝鮮総連、煽った日本のメディア、それは産経、読売も含め、朝日新聞なんかは特にもう帰国事業を大々的に宣伝、日本共産党の赤旗なんかも言うまでもありませんよ。で、その日本人妻もだいたい今2018年でいなくなる頃ですから、この話はもう歴史の話になって、その日本人妻を救出しようという話ももう起きない。もう日本人妻が生きていない。ひどかったようですね、この日本人妻として北朝鮮に渡った者たちは。どうせ在日だということで、その朝鮮人であったとしても南出身も多かったわけで、北朝鮮では相変わらず最下層と。ほんでね、やっぱこれも本当だから申しますと、朝鮮人の男ってやっぱり暴力振るうんですよ、妻に。これ韓国行ったら当たり前なんですけどね、夫が妻に暴力振る、つまり DV ってやつですよ。だから当然不満を抱えるね、帰国した後の北朝鮮に行った後のその朝鮮人男が日本人女にものすごい暴力を振るうっていうね、そういう状況もあった。しかもですよ、新潟から北朝鮮に船が渡ったんですよ。で、その船の中だけはお菓子も取り放題、タバコも吸い放題だけど、その北朝鮮の港が見えてくるにつれて、あまりにもみすぼらしいその北朝鮮の港に、その日本に慣れている人は皆船から降りることはできず、でもここまで来て船降りないわけにいかず、みんな泣く泣く船を出た。言われていたのとは全く違う。そしてその言われていたのとは全く違うを体験したその先発隊がですね、後発隊に物を言うことはできず閉じ込められましたから、だからどん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 帰国事業が進んでいったと。ただし帰国事業がやっぱり進んでいくにつれて、3年経ったら里帰りみたいなものもないし、行った後行った人の消息が不明か、消息が不明か、いかにも検閲を意識した私たちは幸せですみたいなハンデを押したような、これがどうもおかしいというのが認識されるようになり、ですから、まあ、主に60年代に帰国事業が盛んだったんですけど、70年代も終わりになってくれば下火になりました。やばいと、北朝鮮なんかに行った日には地獄落ちると。で、最終的には1984年にもう終わりました。誰も行く人はいなくなったんですよ。北朝鮮、2018年の今、ぼんやり伝え聞くところを見てもとんでもない国家ですね。何かミスしたらすぐ粛清と、すぐ処刑と、あれ言いがかりでいいんですよ。言いがかり、態度が悪いとか、これ何とでも言えるじゃない、姿勢が悪いとか、こんな理由で処刑と。あ、今もね、日本のブラック企業なんかではね、
社員に言いがかりつけて、何でもいいですよ、メールの文面がおかしいとかね、あるいは社の方針に従わなかったとかね、あるいはクレームが来たとかね、全部でっち上げでもむちゃくちゃやってる。あ、だからそういう日本のブラック企業は北朝鮮です。北朝鮮なんですよ。で、帰国事業ですね、歴史的な意味を考えるとしたら、資本主義の国から社会主義の国へこれほど多くの人が移ったというのは歴史的な意義でしょう。ない。社会主義の国から資本主義へというのはいくらでもありますが、資本主義から社会主義へというのはこの10万人ほどの北朝鮮への帰国事業だけですね。しかも渡った人がその後行方不明になり、まあおそらくは不幸な人生を歩んだという点においてですね、非常に惨めな、そして暗い事業であったということができるでしょう。今はもう日本人妻という言葉ももう語られなくなり、そして帰国事業っていうのは知らない人ばかりなんですけど、そういうこともあった。そして日本人と朝鮮人の間にはこのような事業があった。それは韓国でもいい、北朝鮮でもいい、興味を持つ人、心寄せる人は何ほどかは知っておくべきです。イメラジオ1223回、今回は北朝鮮への帰国事業を取り上げました。ご視聴ありがとうございました。